回のクラウドファンディングは皆様のご協力により大成功いたしましたが、反省点も多くございました。その中の一つとして、本当に活動資金における問題を取り除けたかという課題があります。この成功によって創作活動がより自由になる流れを作ることができたかというと、答えは正直に申し上げてノーとなります。通常のクラウドファンディングではクリエイターの成長と発展を継続的に支援するのはよほどのことがない限り困難でしょう。海外ではパトレオンがこういった方式の資金調達をクリエイターへ提供しており、ついに日本でも同様のサービスがスタートいたしました。この方式の資金調達を実施することにより、いつもルミアスタジオの作品をお楽しみいただいている皆様へ継続的なサービスをお届けすることができます。毎月の調達金額が増額することにより、動画はもちろん音声作品、サウンドトラック、定期的なイラスト制作、さらにはキャラクター音声収録など、コンテンツの拡充ベースも劇的に増加し、皆様へルミナスダイアリーシリーズをより深くお楽しみいただくことができるはずです。今回のプロジェクトは日本のクラウドファンディング業界ではなかった全く新しい方式の資金調達方法です。このプロジェクトが進行することにより、今度こそこれから新たに登場する YouTuber や作品制作を続けるクリエイターの皆様の活動力を向上させる有効な手段として一つの前例となることができるはずです。このプロジェクトはクリエイターだけでなく、プロジェクトに参加する皆様もまた日本の創作の未来を変える有志となるわけです。さあ、クリエイターの皆様、そして支援いただける皆様、ルミナスタジオに続いてください。そしてクリエイティブの未来を共に作っていきましょう。結構ノイズが入ってますね。